はい、ネット活用塾の木村です。YouTube 動画は、検索に強いということで、ちょっと事例をこれからお見せしたいと思います。YouTube 動画というと YouTube 動画の中の検索というふうに思われがちですが、実はそうじゃなくて Google あるいは Yahoo の検索の中で上位表示されるということです。そこを意外に勘違いされている方も多いので、Google 検索において上位表示されますよということをお見せしたいと思います。今回ですね、宅建絡みのことをいくつかやりたいと思います。複合キーワードになります。宅建用語受験という、宅建には用語が試験用語があります。試験というか専門用語がありますので、それの解説動画をいくつかアップしてあるんですが、どうなるかということですね。はい、25万4000件中、上位、1位2位 を出してます。複合キーワードですけど、これさらにもうちょっと細かくやるともっとダーッと出るんですが、複合キーワード3つまでということで、今回ちょっと条件付けでやってみました。で、結果この2つが出ています。で、今度は宅建数字暗記というのに入れます。宅建の試験の中でやっぱり数字覚えておかなきゃいけない数字ってたくさんあるんですね。それをまとめた解説動画をアップしてありますが、それがどう出るか。これも4万3000件と比較的少ない件数ですが、2位3位と出ています。で、余談ですけど、この解説を作っている先生の本、Amazon の Kindle 本なんですが、それもここですね、出ています。結構だからコンテンツは横展開するとこうやって表示されやすい。 Amazon なんか特にそうですね。 Kindle 本は非常に検索結果に強いです。ですから原稿をお持ちの場合は Kindle 本を出版されることも余談ですけどお勧めしますね。こことあとですね、もう一ついきますね。宅建個別指導過去問、直前になってくると過去問の、勉強やんなきゃいけないってみんな焦り始めるんですが、個別指導でどうなのかなみたいなことで検索されたという、そんな想定でちょっと一応コンテンツ入れてありますので、動画入れてありますので、どういうふうに出るかっていうと、これも4万7800件中、これ多いですね。一番は広告ですから、1、2、3、4、4位まで、動画で、その下が Amazon の本ですね。ということは結局我々がアップしたコンテンツが Amazon も含めて1ページ目の上位半分以上占めているということです。つまり、Kindle はともかくとしても動画は非常にこの Google の検索に強いです。ちょっとこれは解説ものなので、サムネイルがあんまりこうインパクトないんですけども、いずれにしても上位表示させるという意味では動画は非常に、あると上位表示されますので SEO 的には非常に強いということが言えます。宅建での事例でした。